こんにちは。さあ豊さん、はい、やっぱ日本ハム今年、移籍してきたというか取った選手でやっぱり大活躍している選手の一人がアリエル・マルティネス選手。あ、はい、中日から、まあ、中日を、まあね、退団という形になってしまって、それチームが中心になってるからな今。そうなんですよ。で、日本ハムがアリエル選手を取りたいと取って、はいはい、でそこから活躍、うん、もう日本ハムの本当にファミリーというか一員にすっかりなりましたよね。まあキャッチャーをやらしたことによって、はい、やっぱ能力が開花してるというかさ、はい、まあ、新庄監督じゃなかったらキャッチャーやらせなかったのかなって思うけども、うん、やっぱいいボスと出会ったよね。そうですね。そんな中、はい、ちょっとマルティネス選手がちょっと去就が予断を許さないという状況になってきました。ちょっと待って、本当に本当にこれびっくりなんですよ。これ、今日本ハムとは1年契約で年俸8000万プラス出来高で契約しているんです。で、ここまで思ったのは、あ、じゃあ来季ももちろん日本ハムはマルティネス選手とアリエルと契約をするだろうし、アリエルも日本ハムの一員として長く戦っていきたいっていうのを X で投稿もしているので、あ、そうなんだろうなと思ってたんですけど、ちょっとすんなりとはいかない事情が実はありまして。え、そうなんですよ。本当か。アリエルどこの国のまず出身かというキューバだよね。そうなんです。キューバ政府が絡んでくるんです、うん、でキューバの選手というのはその政府が契約に絡んで政府が OK を出さないとその球団とは契約ができないという実は事情があったと、うん、私もこれ初めて実は今回知ったんですけれども。他そうなんだ、そこまで関与してるんだ。そうなんです。やっぱキューバは、まあ、社会主義国でもちろん亡命してMLB に行く選手だったりとかも多い中なんですけれども、他の助っ人とは異なりキューバ人助っ人の場合は他国に亡命した選手を除き政府のそこに意向が反映されてしまうと。でたとえ本人がこの球団に残留したいですというふうに思ったとしても提示された金額の条件だったりとかに政府が納得しなければ交渉決裂になることは珍しくないと。実際に過去のキューバ人助っ人の中には本人の意向をよそに好条件を提示した他球団に移籍させられたケースもあったそう。誰なんだろうね。それ誰なのかがちょっとわからないんですけれども、実際にそういうことがあったそうです。キューバ政府が例えばその本人はこのチームにいたいとか行きたいと言っても、うん、複数球団でよりいい条件を出してキューバ政府があんたこっち行きなさいって言ったらもうそこに行くしかないっていう政府の意向が大きいと。じゃあ球団は政府に、ね、はい、まあ、中日のマルティネス、はい、いや この金額で欲しいですって言ったら、はい、それは中日に知らせるわけか。それは分からないよね。それは中日に知らせ、でもそうなんです。いや、もうマネーゲームになるからさ、ま、マネーゲームになると思います。なるよね。だから、まあ、例えば某球団がマルティネス欲しいと、はいはい、で今の中日の契約はこの金額だから、うん、この倍出すっていうふうにだキューバ政府に言ったら、いや、そしたらもうマルティネスはやるよみたいな。あ、もちろん政府がそれでそっちに行ってって言ったらもう行くしかないっていう。行くしかないんだろ、はい、いや、俺はそれは道義的なことで選手の言葉は反映されてると思うよ。やっぱりいくらなんでもそのものじゃないんだから、またこっちで稼いでこいとか、社会主義国でもやっぱ門は開かれてて世の中がどういう情勢かっていうのを分かってながら、それはできないと思うよ。キューバもマルティネスに、ね、お前日本ハムでやりたいかって、日本ハムはこの金額で、ね、某球団はこの金額だけど、お前こっちの球団行く気あるかって打診すると思うよ、政府も。そしたら、いや俺はこれ働けないと、やっぱり日本ハムはビッグボスのところで働きたいって言えば、やっぱ何年も契約してもらった方がいいわけだから。例えばこっち行って、ね、高いかも分かんないけど1年でもうやる気ないんで、もういい、もうキューバ帰ったら別に暮らしていけるからいいみたいな、はい、なってしまうよりは稼がした方がいいじゃない。まあそうですよね。やっぱり意向はしっかり聞くと思うけどな。今はもう聞いてるんじゃないかと。いや、聞いてると思うよ。じゃないとマルティネスが中日から動かないはずがないもん。実は他の球団だって手を差し伸べてるよ絶対に。今マルティネスが何年契約になってるっていうのはちょっとわからないんですけど、そのライデル
ライデルの話が実は出ていて、中日あの与田監督が監督だった時、与田監督とその前の森重さん、森前監督が現地まずキューバまで足を運んでキューバ政府と話し合っていたと。で、あのマルチネスの契約のニュースがなかなかどうなるのかっていうのは入ってこなかった、あの対談の噂も流れたりするなどの契約するまでの時間がかかったのも、やっぱりそれはキューバ政府とのいろいろ交渉があったりとか結構難航したっていうのがあったからっていう風なのには、記事ではある記事ではあるんですけれども、やっぱ現地まで行って、その時は、まあ、森さんがパイプになってたと思うんですけど、でその当時の監督の与田さんも一緒に行って、どうするこうするで結構時間かかったっていう、それもやっぱ現地まで出向いて政府といろいろやらなきゃいけない、で契約を更新するにしてもっていうのがあるんですねっていう、まああるんだろうな、まあ、やり取り代理人とかそれが入って、うん、代理人が現地に入ってっていうこともできるだろうし、はい、まあ、だけど意向はしっかり伝えてると思うよ。それ意向はある程度通ると思うよ。そうじゃないと嫌な環境で仕事してこいなんて、うん、まあ、社会主義国だったらあるまあ、一応あるけど、でもやっぱり成績を上げて給料が上がっていく候補がいいわけじゃない、うん、今年なんか間違いなく上がるからさ、意向は俺は聞くと思うけどな。ってなると、ここからの手続きはもしかすると日本ハムの、もしかするとですよ、新庄監督なりどなたか、また代理人の方だったりが一回キューバに行って、やっぱりキューバ政府ともう一回このアリエルと契約したい、そこでまた交渉がある、で他球団の例えばスカウトの人たちも欲しければキューバ政府のところに行って、アリエル自分たちはこれで欲しいんだけどみたいな話し合いが水面下で行われるっていうことなんですかね、これって。まあそりゃそうだろうな、うん、やっぱ金額決めるのにしっかりどういう状況でも、はい、まあある程度はこう決めていかないとさ、うん、まあ、電話、それが電話なのか現地なのか、はい、うん、それとも中間取ってどこのどっかの国なのか、まあ、だからそれは分からないけどもさ、ある程度聞くと思うし、うん、日本ハムのマルティネスよりも中日のマルティネスが欲しいよね、うん、そうなってくるとそういう条件が出せるんであれば、確かにそうですね、それはそうでしょう、はい、やっぱあそこリードしてて渡したら 100% なんだから。いや、そうですよね、うん、だからライデルの契約がどうなってるのか分からないけど、もし今年までとなっていれば、多分各球団本当にキューバまで出向いていってほしければ、多分交渉とかするんでしょうね。まあそうだろうな、うん、でも毎年毎年さ、うん、そんなこともやってらんないから、うん、2年このぐらいの総額このぐらいで契約して、2年間はどの球団が来ても動かないようにっていう、うん、そういう契約もあるんだろうね、うん、もちろんね、そうですね、まあ、そうだよね、うん、だからマルティネスは日本ハムの、はい、あのそういう複数年っていうことはしてなかったんじゃないのかな、うん、あ、だからそういう騒ぎになってるんじゃないかな、うん、だからまあ中日の騒がしくないっていうことは、うん、まあ、契約年数とかね、まあ、そういうのが残ってるんだと思うし、うん、そうですね、ただこの複数年が切れた時に、うん、ライデルもやっぱり他球団はキューバ政府、いや、もちろん、ね、まあ、まあだけど、中日を第一優先に話をするだろうね、うん、あとライデルの意向ですね、まあ、絶対そうです、うん、だってあそこならなかなかホームラン入らないもん、あいつので、9位じゃん。そうですね、あ、それはもう王様だよ、あそこじゃん確かに、ただそのキングですよキングですけど、まあ、例えばチームのね、なんか雰囲気だったり、僕はここでやってみたいとかライデルに出てきてしまったら、まあそれはライデルの意向を聞くかもわからないけどね、だってキューバはそれでね、外貨とか言っても国全体からすると大概知れてるよ、だそんなことで躍起になって、あいつが1億上げてきたみたいな、そんなことはないと思うからないですかね、ないよ、あ、だもう早々に、アリエルの方は X に投稿して日本ハムの一員として長くやっていきたいっていうのも表明したので、そうだよね、まあ、嬉しいよね、うん、そこはなんかやっぱり選手の意向を、いや、意向は通るって絶対に、うん、思います、ね、じゃないと俺環境が変わったら、だってキューバ政府なんか日本の野球の環境なんかわからないんだから、うん、いや、それはもう日本ハムが一番俺に環境は合ってんだと、うん、ね、で使ってもらうし、これからどんどん稼ぐぜみたいな、うん、いくらで来てんのって、それは教えられないって、でもこのぐらい完備、このぐらいかって言って、そのぐらいだって、はい、そのぐらいは日本ハムで稼げるような選手になるぜみたいな、うん、もうそうか頑張れみたいな、ね、なるって、じゃあ大丈夫ですかね、大丈夫、
まあ、じゃあよかった、日本ハムファンは今一番そこを、まあそう、うん、思っていたので、まあでも本当にお金が高いから行こうとなんてしないよ、うん、だって自分に懐入ってくるのは決まったものしか入ってこないんだろ、キューバだから。まあ多分ね、そのあたりもね、多分、まあ、まあそこら辺の変動性はあるのかもわからないけども、まあお金というよりも日本ハムの雰囲気、うん、北海道の気候、はい、エスコン、うん、まあ、こういうのが全部気に入ってるんだと思うよ。そうですね、マルティネスはね、うん、それとやっぱり人がいい、はい、でボスと会う、うん、ね、これが一番だから。そうですね、だから働きやすい環境に身を置くっていうのは、うん、野球選手にとって大事なことだから、うん、ね、その意向は聞いてくれるはずです。そうですね、もうそう願いましょう。はい、はい、